古川氏とは日本の氏族である。戦国時代には、ひだと道の国古川を称する在地勢力が別々に存在した。ひだ国史家である姉賀孔子氏の所留にあたる。姉賀孔子院綱がひだ国古川里に居住し、古川氏を称したことに始まった。高野にある古川城を本拠地とした。その後、養子の正家が継いだが、一族である小島や、 向井家との争いや周辺国人との争いを通して衰退した。協力四年に三木直よりによって滅ぼされた。この後、日田国内に勢力を張った三木氏が古川の加盟を名乗った。これは朝廷に認められたものであった。明王八年には大崎氏の家臣として存在していた。大崎の利金の無通を外するとされる。その後、天文五年には他の勢力と共に、 大崎市に対する大規模な反乱を起こしている。大崎義直は、この反乱を自力で抑えることができず、立て種胸に援軍を要請した。その結果、居城である古川城にこもった古川持里氏ら一族郎党は死亡し、反乱は終わった。欧州市置によって、大崎氏が解役されると、古川氏も居城を退去することとなった。読み方は、古川でなく、小川である。 大崎のりかね。政権都度高専内木金の芝線高校。清水定か古川某。餅中。餅広し。餅、恵ぐみたち餅へ。ただたか大塚義しありがとうございます。